海道マラソン、もう3日前なんですけど、トレーニングに来ました。ラボです。見るこのあいにくの雨。でも、トレッドミルなら雨でもできるんで安心です。で、ラボに行きたいなと思います。あ、こんにちは。こんにちは。なんか、ラボがおしゃれになってる。はい、そうなんです。ランニングされたのをリニューアルオープンしました。知らんかった、これ。めっちゃおしゃれやん。なんか中とかの感じとか変わったんですか？ご覧ください。あ、なんかこれトレッドミルも新しくなってる気がする。このトレッドミル結構変わってまして、うん、スタートしたら YouTube とか見れるシステムで、トレッドミルたまに揺れるじゃないですか、うん、それも安定感が増して揺れないようになりました。じゃあもっとよりトレーニングしやすくなって、はい、走りやすくなってると思います。なんか今まではこっちでやってた映像がこっちに載ってて、はい、陸上の動画をずっと見てて、はい、多分オリンピックとか世界陸上とかで、めっちゃいい動画やってて、いきなりなんかコアなの映像が出てきて一気にね、なんかリズム悪くなった覚えあるもんちなみにシューズも前と違う、これも履けるやつ？はい、履けます。うわ、すごい、エブライズスピード履いたことないんだよね。そう、これこれこれも履ける。はい、エッジの評判いいだよね、感じがします。じゃあエッジにしよう。じゃあこれをお借りしていいですか？はい、どうぞ。じゃあこれをお借りします。はい、ということで今から練習していくんですけども、まあ今回ね、この低酸素に来てるんですけど、まあ今日やるのは軽いジョグと刺激かなと思っています。で、まあマラソン前なんで、ちょっといいテンポで走るっていうのを30分間ぐらいやっていこうかなと思ってます。タルマック終わってから練習の方法をちょっと見直していろいろ考えたんですけども、まあそのタイミングでポラールさんから連絡をいただいて、バーン、このポラールのバーティーセンスというのを提供してもらいました。これで最近心拍トレーニングをしてます。で、今まではね、見ることは見てましたよ、心拍、あ、こんぐらいだなとかっていうのを意識してましたけど、心拍でそのペースを決めたりとかしてなかったんで、そういうのを今試してるところです。ポラールさんの心拍計はまず軽さが軽いのと、ピカピカピカって光ってますけど、この6個の LED のセンサーで心拍を測ってます。で、これ腕にちょっと装着するもんで、装着しましょうか。腕に装着してっていう、でこれで OK、 もうこれだけで心拍が測れます。でこれね、最近あったパリオリンピックとかでもつけてる人がいたりとか話題になってるんですけど、心拍計はね、胸につけてるタイプ、結構以前僕も胸にここにこう心拍をつけてるっていうのがあったんですけど、あれちょっとね、僕は肋骨あたり苦しくなってこう落ちてきたら嫌だなってあったんですけど、腕のタイプはね、落ちてこないし、あんまり違和感なく走れてるんで、すごいいいなと思ってます。で、今回この心拍に関しては、アプリがありますので、ポラールの専用のアプリ、これが約15って出てて、まあ、もちろん終わった後ね、時計で練習して見れるんですけど、これを、まあ、目の前にトレードミルで置きながら、見ながら走っていきたいなと思います。心拍なんですけど、いわゆるゾーン分けっていうのがあって、ゾーン1からゾーン5っていうのがあります。ゾーン1が楽なペース、ゾーン5はきつめなペースっていうのがあって、心拍でも最大心拍数が人に言いますが220引く年齢、僕30歳になったんですよ、この間30歳だったんで、220から30引くと190が最高っていうのになります。そこからその何パーセント、何パーセントがゾーンっていうのになってて、まあ下から言うと50から60がゾーン1、60から70がゾーン2、70から80がゾーン3、80から90がゾーン4、90から100がゾーン5という感じになってます。ゾーン1は基本的に軽めのトレーニングですね。で、自転車とかサイクリング、ウォーキングもそうなんですけど、軽くがして回復を促すようなトレーニングがメインになってくるかなと思ってます。で、ゾーン2に関して言えば、どちらかというと脂肪を燃焼させたりとか、本当軽いトレーニング、まあ、いわゆるジョグですよね、普通のジョグっていうイメージ。まあ、持久力を、まあ、体重向上させたりとか脂肪燃焼させて走るっていうのが、まあ、ゾーン2かなと思います。で、ゾーン3で言うと、まあ、真ん中の中強度なんですけど、まあ、いわゆる心臓とか骨格筋の血液循環を良くして効率よく鍛えるのには、まあ、ゾーン3ぐらいかなと思ってます。まあ、なんで、まあ、フルマラソンとかそういうのとは大体ゾーン3ぐらいの心拍に収まるんじゃないかなとは、まあ、ペースによってもちろんねあるんですけど、ぐらいに収まるんじゃないかなとは思ってます。で、次ゾーン4、ゾーン4に関しては結構スピード持久力、インターバルとかやった時に来るようなスピード耐久性の能力だったり、そういうのだったり、あとは乳酸とかのイメージですかね。だからペースで言うと、まあ、ハーフとか、まあそんぐらいのペースになるのかなと思います。これ僕が、ね、一番嫌いなペースかもしれない。
もちろんね、きついね、ゾーン5嫌いなんだけど、ゾーン4はね、結構ね、きついなって思います。で、行った最後、ゾーン5はマックスなんで、いわゆるもうレペとか、ほんとマックスの強度になります。でもこれはね、今日あんまり運動しなかったりとか、スピード入れてなかったら、多分出せない、この強度も。っていうより、体を動かさないっていう、多分強度かなと思ってます。かなりこの強度だと、ね、数分間しか持たないんじゃないかな。だから、3キロとか、1500とか、そんぐらいの多分心拍になると思いますが、トレーニングですね、マラソンやる人はあんまつかないかもしれないですけど、速くなるためには筋肉も腱も鍛えられる筋トレみたいな要素もあるんで、このゾーンいいかなと思います。なんで今日って言えば、まあマラソンのペースよりも上、ゾーン4ぐらいのイメージでいきたいなと思いますので、ちょっとゾーン4を計算すると、僕だとさっき言った190なんで、150から170の間ぐらいでやるのがいいとなってますんで、まあそれぐらいを意識しながらペースを上げ下げしておこうかなと思います。まあ、トレッドミルでやる基本なんですけども、傾斜をね、2% にしてやります。そうすると、平地の感覚に近くなる。勝手に動くので、こうしないと、ちょっとね、下ってような感覚になってしまうので、まあ、こういうふうにやってます。こう動いてます。一つは思い出しました。これ、ね、軽率環境だから、やっぱ相当ね、きつくなるかもしれない。標高がね、2500ぐらいです。今から時速18キロペースでちょっと走ろうかなと思います。3分20ペースなので気持ちよく、まあ久しぶりだから、もう5キロから10キロぐらい軽くやろうかな。軽くいけるもんだよね。3分になると今いけないかもしれない。3キロ5キロなので、ちょっといけるだけやってみようと思います。きついね。一回痩せました。1キロが。ちょっと、18キロでもきついな。1キロっていうふうにして、やってようかな。1キロ。もう本ぐらいの位置で。今もやります。心拍数162、平均130。ちょっとね、きつすぎて、それで取れないですけど、まあこれでデータで見ていってください。160の最大が いい感じになります。心拍170になりました。心拍172、標高2500で3分20ペース、結構ハードです。だからこれ普段走りながら落ちますけど、ここで落ちたから心拍の変化がすぐ上がって、あ、きつくなってきたなと思ったら、こんぐらいとかがすぐ分かったんで、よかったな。おトラールフローで、この間の練習のちょっと、見てみようと思います。まあ、画面はまあこういう風になっていて、で、前回接種見て、インターバルの時これですね。これ、こんな感じの、になってます。で、これを、まあ見ようと。見ると、ゾーン4っていうところで、結構頑張ってる感じです。ゾーン4とこの黄色のラインですね。でこれを見ると、最後の1本だけゾーン5入ってるんですけど、それまでは基本4のあたりでやっぱり走してるっていうのが分かります。でこの4っていうのが、まあ、ここで言うとテンポランニング、長時間持続する能力を向上しましたと書いてますが、これがいわゆる疾走時間15分のインターバル走や乳酸息水の共同テンポ走などがある。でこれ45分から60分ぐらい維持するといいと言ってます。それぐらい その心拍できればやりました。で、これが、実際この時はね、低酸素のトレッドミルの 2% の3分20ペースで、標高が一応2500ぐらいのペースでした。で、これをね、まあ、見ていこうとするんですけど、見ていくと、いくら60からスタートして、ヒュッて、すぐガーンと上がるんですね。すぐクッと上がって、すぐ120ぐらいまで上がった、そこから、じわじわと上がって、終わり150、1分上。で、スーッと落ちて、次80からスタートして、またこれガツッと上がって147からぐーっと上がって162かな、で落として88でぐーっていって164ですね、多分64でぐっとまた落ちて、これがちょっとリカバリー短くして112から100ぐわーっと上がって166でまた落ちてぐーっといって170、ラストがこうまず落として123からぐわーっと上がっていって172
2、ここまで来るともうあのゾーン5になってまして終わりという感じになってます。これね、まあ、インターバルの練習を普段やったことある人は多いと思うんですけど、まあ、見てもらえると分かるようにこう緩やかに上がっていく、で上がって休みで落とす、落としてまでグーッと上がる、落とすっていうのを繰り返していって、この上のゾーンですね、このゾーン4のところでいかに続けられるかっていう、やり続けてるとゾーン5に入って、ゾーン5だとそんなに失踪できないので、それをこう上げて下げて繰り返してそのゾーン4の分析するという練習です。で今回3分20ペースでやったんですけど、これがもっと速いとよりこの心拍の上がる角度が上になって、でなおかつこのゾーン5に入るのも速くなります。だそこら辺のゾーンに対する、まあ、ペース設定だったり厚さも含めてとかいろいろやっていって検討していくといいんじゃないかと思います。僕に関すれば今回この1キロ5本で、まあ、レース前北海道マラソンの3日前ということで、うまくペースを上げずに心拍を追い込んだっていう形になってます。これがね、数値として見えるのがいいかなと思います。これがむしゃらに何もせずにやってね、ゾーン5に行きまくっちゃうとレース前で特に疲れちゃうし、そういうのを、まあ、この心拍で見るっていうのはすごい重要なんじゃないかなと思いました。まあ、ただもちろんこれまだそんな続けてないので、今後これから続けていく中で心拍をこのマックスまで上げたらどんぐらいまでいけるのか、で最近に関して言えばそういう心拍を追い込んだ練習っていうのをやれてなかったのが現状で、ずっとなんでちょっと心拍高いとキープすると気持ち悪くなっちゃったりとかするので、そういうのがしないようにどうすればなっていくのか、どういう練習がいいのかっていうのを模索しながら、まあ、やっていくのがいいかなと思います。で9月以降は山の練習も増えてきて、山の中では特に上げ下げっていうのが多くなってくるのもありますが、マラソンではキープするのが多くなってくるんです。キープするっていうのを鍛えるためにちょっと心拍を見ながらやっていければいいかなと思います。はい、ということで今回使用したのはこのポラールのバーティーセンスでした。心拍計とかをつけずに、まあ、きついなとか呼吸が上がってきたなとか起きた時のその心拍数でその日の疲れを見たりとか、そういうのの使い方で心拍を見たことあるかもしれませんが、レースとか練習とかでもこれを活かすことでより効率のいいトレーニング、特にロードバイクだったり、まあ、冬季スポーツとかそういうのも含めて使っている方が多いということなので、今回も僕もポラールさんにお話をいただき試させてもらいました。まだまだこれからもっと使っていって、より心拍とか自分の競技、まあ、僕も30歳になったんで自分の競技に対してこの心拍を取り入れて、より効率のいいトレーニングだったり、まあ、今後の競技力アップ、パフォーマンスアップに向けて頑張っていきたいなと思いますので、皆さんも興味のある方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで次の動画も見てくれよな、クレイジー。皆様ご視聴ありがとうございました。普段はランニングコーチをしております。詳しくは概要欄をチェック。よかったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれよな、クレイジー。